どうも、私が山崎です。<laughs> はい、ヤ部です。よろしくお願いします。お願いします。<laughs> なんすか、アピールするじゃないですか。ちょっとね、<laughs> はい、声張っていこうと思って。ああ、そうなんですね。いい心がけじゃないですか。うん、あの、年取ってくると、うん、あの、なんかね、やっぱ筋肉。外から内から驚いてくるなっていうのを感じることがあって。ああ、確かに。 それでやっぱり意識的に声を出すときもこの腹から出すとかう喉の周りをまあ歌ねボーカルやってはる人やったら多分感覚わかると思うんだけど喉周りの筋肉を意識して喋るようにしようかなっていう心を上げててはっきりそういうハキハキしようかなとあそうなんですねここ数回その感じとか緊ですねそうですねやっぱそのまあこれとての二十三年ですけど二千二十三年ですけども二千二十二年くらいにちょっとやっぱり あの流行りりの感染症にかかりまして筋肉と、ね、脳がやみ上がりやったっすよねそうなって衰えたな思ってだからやっぱ注意してるんですよあそれめっちゃ分かるんですよ、はい、俺もなんかその山崎さん前回なりましたけれど今回ねあのー、1月半ばぐらいから僕もあの発症いたしまして <laughs> ああ今流行りの目 <laughs> のやつにまだなんか喉が微妙に治ってないんですよねもう3週間ぐらい経つんですけど あでも3週間いったら多分まだ残ると思うわうんいや濃度痛かったマジであれなんかほんまおろし金でガリってやられたみたいな感じの痛さでしょあれおぶし金が何かが分からへんねんけどでも多分そう <laughs> 大根おろしするやつ大根おろしいやそうそうもう <laughs> いや何もできへんねほんまに、うんうん、熱もなんか9度ぐらいまで上がったし、うん、で、うん、頭も回らへんやろ頭回らへんねマジで何もやる気な、ね、び,びっくりするぐらい回らへんでしょうん あと分かったんがあのアイズのスーパーカップがすげえうまいっていうのが分かったあの喉が冷えるからねあれなんか俺他にもね、うん、23人それ聞いたわそうやそうスーパーカップはもう神や言うてるやつが、うん、いやそうやね多分その人もコロナかかったんちゃうかなあ、うん、なんかかかってそうそうで何も喉が痛って食われへんくて、うん、もうぬるいスープ最大変やとああそうっすよね今いけんのはスーパーカップと。うん うん、いやマジで、うん、あれはねやばかった美味しかった山崎さんこの間あれですよねあのコロナになって1週間ぐらいで収録でしたっけあんまり日経ってへんタイミングでもういけると思うっつってやってくれましたよねあの熱下がったからいけるやろ思ってほ <laughs>、うん、うん、でもうまあるだけやから大丈夫かなと思っ,とってんけど、うんうん、どうでした実際前回の放送の時って結構つらかったぶっちゃけ あのまあ、今、こうやってトークパン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 って差し持ってて、ふだん、たぶん聞いて返すとか、上げたもんに、まあ、返ってきたもんに対して、やっぱこうどういうふうに答えるかっていうのは、うん、もうある程度できるかなっていうのはあったけど、はいあの、なんちゅうかな、まあ、病み上がりっていうか、まだ治ってない時やったから、うん、頭が回らない全般に、全そうなんですよ、喋ってても、相手が何言ってるか、そこまで頭入ってこないですよね、多分 こうなんかね、ワンクッション置かんと、うん、次行かれへんっていうちょっと遅いんですよね、うんうん、0コンマ何秒の世界やけど、うん、あじゃあ前回の収録の時ってそれ感じながらやってたんや俺かなりいっぱいいっぱいやったないあれ <laughs> いやだってね <laughs> いや俺自分のこと考えたら山崎さんの話き聞いてて「あ自分もコロナ気ぃつけなあかんな、はい、まあ喉がな治ってよかったっす」とか言うてたけどほうほうあれ発症そこ1週間経ってないところで俺やったら無理やなって思って。 マジで頭も働かんし喉もまだ痛い状態で実際山崎さんの収録中に席何回かしてたじゃないですかああやってましたねそうでしょあんな状況でようやってくれたなっていうのとああいえいえいえいやもうその俺がそこのケアできてなさすぎやなって自分がだってほんま思ったっすね <laughs> いや俺あの時期に収録やったもうやめてくれよってなってたもん <laughs> 俺なんか「行けます?あ」「はいじゃあきましょう」ぐらいの感じやったのよ あなんかふほぼふぼ普段通りやったもんね。いやそうよくないあれは。マジでもうちょっと気遣わなあかんと思う。<laughs> ほんまに。<laughs> あれ自分が、うん、いかに優しくないか分かった。時、うん、生活でも、まあ、仕事でも遊びでもそうやけど、うん、あの俺らみたいな状況と多分よー聞いてはるやろな。んですいやそ,そこは気付いてあげなあかんと思った俺ひどいと思った。<laughs> でこれ聞いてる人前回の放送一回聞いてほしいんですけどもうマジでコロナの病み上がりにの人に対するあのケアの仕方じゃないあれは <laughs> ほんまに冷たい冷たいっていうか気が利かへんこれこれモテへん男のあれやなと思った、ね、<laughs> あれながら、うん、ないや,ー、うん、いやでもあれですよ、うん、いい勉強になりましたよそんなその、ねうんだからななんちゅうかなあの まあ、風邪ひでもなんでもコロナでもなんでもそうやけど人間があと何十年とかしてもっと衰えていった時に、うんうん、あの感覚で人と喋ったり普段からしなあかんのかもしれへんと思うと、うんそ,うね、それを先に体験できたっていうのは、うん、僕の中ではあの一つ収穫やったなと思ってい,ていやでもまあ相手が辛いってことを想像できる人間にならなあかんなってマジで思った <laughs> 自分が辛い思いしたら、うん、ああそうか、うん、これ聞いてる方も あーって自分もみたいなところが、うん、結構あるんかないやあると思うそんで俺多分しかもこれと同じような話を3年ぐらい前にも一回してるんですよほうほうほう,ほう俺その時副鼻腔炎っていうやつになってあ鼻が、ね、そう鼻の奥に海が出て頭痛がガンガンした状態が結構続いてた時期があって、うん、その時期の時にその大阪でスタジオに入ってて頭ガンガンしながらもう俺がこんなしんどいのに まあそこら辺は感づいてもらえへんなっていうのが辛いなっていう話を前にしてるんですよ、うん、俺どっかではいはい、はい、特攻のどっかで,、うん、で気付けるようにならなあかんってその時も思って言うてて、うん、もう3年か4年かたってこの手たらくですよ、うん、<laughs> ほんま成長してないなと自分でもっていや喉元すぎれば熱さも忘れるっちゅうやつねいやそうっすよでまあうん、まうん、もうこれ以降は気付けようかなと思いました いやーでもそんななかなか難しいですよ。ねえ。でまたそのなんですか喉がほんま治らんああ<ー>。だってまだ俺その夜中とかすげえ咳するんですよ。うんうん、なんか寝てる時に俺咳するんですよね。まあ今はなんか起きてから割と普通なんですけど。 あとその咳の出る場所ってあるやんかポイント、うん、喉なのか気管支なのか、うん、肺なのかってあって俺喉の多分下の方やと思うねんななんかほんっとかゆいんすよあのあの多分気管支俺も気管支あんま強ないからこれ気管支なんかな喉の下の方ってうんそうそう肺あ,<ー>あのなんていうのこの乳首のあたりやったら多分肺やと思うんだけど、うん、そのちょっと上ぐらい<ー>この鎖骨のこの真ん中の陥没あたり えっとねぐらたかな俺多あ触ってもたえっとね体幹ではあれやねその鎖骨よりもうちょっと上やからこれ喉かな喉の下の方って感じかのの下の方か水飲んだらちょっとましになるポイントっていうかあちょっと待ってね飲んでみるこれで水飲んでああましになったかもあそれかの喉ですかああなるほどそっか かいんすよまだでもなんかその、な何やろうな、歌わなあかん仕事やんか、レコーディングやったり、ライブやったりい。いや、マジでそう、あったんすよ、その歌を入れてっていうし仕事があって、やっぱ1週間ぐらいごめんなさい、ちょっと待ってくださいって言って、うん、待ってもらいましたもん。あってもう、あで陸上選手が走ったあかんみたいなもんやんか。うん ぐららいい喉やややれててるるっていうボーカルやる人がいやそうなんですよね声入れる仕事がたまたまその時にあって、うん、歌,歌を入れるっていうやつやったんですけどなんかねやっぱななんかごまかしきれへんくてその、うん、喉が痛いと、うん、なんかこういうの出方も変やしなんか力もないしっていうんであ<ー>なんかギリ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 の締め切りまで待ってもらって、はい、それが発症5日目ぐらいやったかな。 熱も下がってただ席がゴホゴホってなってる状態で、うん、その頑張ってその歌って何回も何回も歌ってその,その時その時でその声が大丈夫やったところを上手につないで編集して一応オケーテイクにしてもらったんですけどもうなかなかきつかったっすね。だからそういうことがだからそういう仕事ばっかりのタイミングじゃなくてよかったなと思いました。あー これをあの喋ったり歌ったりさなあかん仕事の人まあ歌手の人とか、うんまあ、落語家さんとか漫才師の人とかあと、まあはい、司会 MC されてる人とかうは、んうん、結構大変ちゃうかなと思って大変っすね、うん、んやろうなと思いましたあの、うん、結構のどきついなと思ったもんなうん ねミュージシャンでもその裏方というかミキシングやエディットの仕事のメインの人だったら、うん、まあ言えたら、1日喋らんでもええわけやから、はい、声出さんでも仕事になるから、うんね、基本的に僕、仕事の割合で言ったら、そっちの方が多いんですよ、最近。だから、まああの、少なくて、その声出す割合が少なくてよかったなと、ほんま思ったですね。うう <laughs> うん、うんん そうかやっぱ喉はやっぱ大事にせやなあかんななんか俺昔『ミュージックステーション』でグレーのテルが風邪ひいてる時に多分喉の調子が悪い中で多分「ハウエバーやったかなやったか歌ってたのが記録に残ってるんですけどあれきつかったやろなと思って「ハウエバー e って結構たおっと高いやつやんかあれ高かったっすよね普通に出へんもんまあ、うん、あのねえやった「グレイとか「ラルクとかもまあ、まあ、まあ X ほどじゃないけどだいぶ高い男性ボーカルでもこう。 なんか90年代半ばぐらいの男性ボーカルってみんな声高かったっすよねみんな声高い出ないもんあれあの中学生やった高校生やった当時から出えへんかったしな、うん、あもともとの声が低い方ってことあどうやったかなでも中学高校はまあまあ声高かったと思うんですけど、うん、僕はあのグレイの「ソウルラブが元気で歌えることを自慢にしてたんですよ 心のままにってとか高,高くてあ,たあそこがおお <laughs> いやあそこが出るのが自慢やった気がするっすね、うん、ああそうなんやな、うん、そうそうまあまあまあ多分当時は高めやったと思うんですけど今は結構低めっすねあそうか確かにこう全体でこう上のハイトーンでパーンってやってるイメージは部、うん、さんの歌 いや自分の中ではあんまりイメージがないから。僕ね、ハイトーンはでもファルセット綺麗ですよ僕。マジっすか？うんはいあの地声のパーンって高いの当てるんはあんまし得意じゃないんですけど、うん、もうファルセット出すとなるとまあまあ聞いてみてくださいって感じで今度カラオケ行きましょう。うん。あぜひぜひ行きましょう。今関西と関東でやり取りしてるからなかなかあれやけど。うん。そうちょっとあのー。 大阪かどっか行きましょう行きましょうはいまたその戻ってこられたタイミングいやあのー、山崎さんがこう戻ってきられたタイミングで山崎さんの地元行くんで僕、うん、ああもうぜひまあ車で多分30分ぐらいで多分行けるからああ来ないで,行き,ますそうで行きましょう、うん、行きましょうぜひ行きましょう,、はいうん、うぜひ行きましょう行きましょうぜひ行きましょうそ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 うたうそ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 うとうっうそ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 バリうそうそうそうかうそ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 うううそ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 あそ 最近あんま行ってなかったんですけどねあの、まあ、年末あ年末行ったっけ行ってないかまあでもなんかちょっと今すげえ行きたいなっていう時期で、うん、山崎さん行きますカラオケ僕はそうですね最近行きましたよカラオケあ、うん、最近行ったって話ができるぐらいこう <laughs> ひ結構こう行ってるんですねえっとでも最近行ったのもそれも何年ぶりやろ10、うん、カラオケボックスっていうところでちゃんと歌ったのはうん え15、五6年ぶりやであそうなんですかあじゃあもう結構久しぶりな体験を近いタイミングにしたんですね、うん、あそううんだちょこっとなんていうのスナックとかキャバクラみたいなとこで1曲歌ってくれみたいなのになって歌った記憶は、うん、それも多分七7年、8年前ですわスナックとか行きますちなみにここ10年ぐらいい行ってないかなか なんかの流れでいくけどあんまり俺一人は行かへんな、うん、あんま好きじゃないから横にすると知らん女座られて、うん、酒飲むのは嫌やからいや俺もなんか3回に1回ぐらいはスナックでも嫌な思いするというか俺があんまりこう知らん人と喋るのが得意じゃないっていうのもあんねんけどなんでこうん、スナック行ってこっちが気使わなあかんねんみたいな思いをしたことが何回かあったかなそれはありますね、えー、あとなんかもう話題がもうなんちゅうの 横になんか、よ知らん初対面の女座られて、お仕事どうですかって、お忙しいんですかとか言われて、ほんで10分ぐらいしたら、じゃあ失礼しますって、すーッとどっか行って、またちゃう女来て、横に座って、同じような話、また落ちもないような質問ばっかりされて、ほんで俺、関西弁やから、ほんで、ああ、関西の方ですね、じゃあ面白いんですねとか言われて、そのルーチンがあんねん同じその話だ ほんで一緒に行った人が思わなかったがんかこれ会話がマジつまらんっすわって同じことばっか聞いてくるんですよ10分おきにっていう話をしたらそれちゃんと指名したらずっと同じコスがあるで言われてなんでそんなことせなあかんねんと思って指名ってあれんかその30分に1回指名料みたいなかかる感じなんですかね1回指名したら何千円とかそういうのがかかってくるんだんけどんか別に。 俺指名しようがしまいがもう別に、そもそも横に座らんといてくれと思うからでもまあそういうことなんでしょうだからその隣に座る人が何回も変わられたくなかったら金払えってことなんかな、うん、あ、そうそう、多分そ,ううそういうことでしょうだから誰がいいお好みやからどうこうじゃなくて、うん、もうこの同じ話の会話面倒くさかったら金払ったらやらんでいいよっていう意味合いもあるんかもしれないですねああ、それは多分あると思いますね、うん、で、ちょっとトークで気に入ったら、うん、あ気に入らない。 行って指名してもらうように多分そのホステスさんも頑張ってはると思うんだけど、うん、全然もうなんか、あのー、俺はやっぱ自分のネタをせ,せっかく横に人がおんやったら、うん、ネタを試したら思ってネタを喋ったりするんだけどあれなんかあんまウケてへんなとか自分の喋りがウケるかどうか実験してるんや。 うまいこと言ったらラジオで喋ったのとか、ああ、なるほどね、今のところ、そんいうことも考えたりして、っていうスナックの行くことがたまにありつつの、ありつつの、でもそれも7、8年行ってなくて、じゃあカラオケするで15、六6年ぶりって感じじゃ15、6年ぶりにカラオケボックスっていうものに、なんか、なんていうジャンカラとか、なんかあるじゃないですか、あるっすね、ああいうののカラオケボックス。になんんでで久しぶり行っったすかそれて 連れと何人かで飲んどって6人ぐらい飲んどって、うん、ほんで時間見たら電車なくなってもうてあどこで飲んでたんですか東京とかあ東,東京ですよ東京から千葉ってそのなんか分かんないですけど今千葉今千葉ですね千葉えっとそうやって30分とか40分とかかかる感じなんですかえっと飲んどった場所からは1時間半とか40分とかかかるかなじゃあ俺があれか大阪の南の方で飲んでる感覚やね そうそう、ーナンバーで飲んで帰るみたいな。そうやんね。じゃあ10、確かにあれやね、終電なくな、しかも東京で飲んでたら東京タイムが存在するでしょ、多分そう。いや、俺も、あの、田舎住みで、大阪で飲んでたら大阪タイムが存在するんですよ。うん、はい、なんか11時半ぐらいまでオッケーみたいな感じやけど、うん、俺、そんな時間に出たら帰れねえわみたいなとこで、はい、終電なくすことが、うん、あ,あるのは理解できます。うん それで、そうそう、あの電車、電車大丈夫ですか言うから、お絞ったあと、若い子が、あるやろ、電車ぐらいって。ああ、もう気遣ってくれてたんやでしょ、それは。言うてくれて、見たら、わ一分前に出て行ってるわ、電車。あるっすよね、それ。うんで、そ言うてくれた子に、そんで自分あんのかいなたら、いや、私大丈夫です、ああみんなないやん、もう。ええよ、大人がそろいも揃って。うん、よくなうい。 しかも誰か調べとけよってまあまあ、そうっすよね、うん。俺も人任せにすんなっていうのもあんねんけど。うん、どああ、ね、じゃあみんな、じゃあその終電がなくなったタイミングがあったんやそう。みんななくなって、6人ともなくなって、えー、アホやで、ね。それア <laughs> ホっすね、それ <laughs> そ。全員アホや。<laughs> みんなアホやん、それ。うん。 ほんであの遠方から来てホテル取ってたやつ持ってああその人賢い、うん、でそいつもホテル行くまでの電車はなくなってる。アホやん <laughs> めっちゃアホやんそれ <laughs> いやほんまにびっくりしたわあ,あそうなんや俺<れ>誰か一人気付けようってそう,、うん、ああそういうことが<ー>じゃめっちゃ楽しかったんですねそれ久しぶりにだからあのだからの居酒屋さんとかで腕なくしたみたいなことですかえっとワインバーでなくしましたねワインバー うん、ワインバーで、<れ>そう。で、なんかワインが、ボトルが、なんか、調子が空いていくんですよ。ちょっと待って、山崎さん、その、ワインバー行ってた日、俺とメールしてないそういや。あ、多分やってたんじゃろうかなそうやんね。いや、なんか、なんか返事変えてけへんくなったなってことがあったんですよ。なんか山崎さんが、その、トークテーマかなんか、こう、俺に送ってくれてる時に、はいはい、はい、なんか東京のバーかなんか、そういうトークテーマで喋りたいことができるかも、みたいなことをあ、あれです送ってきてくれた。たかなえ 日曜のバー。あ、そうそう、日曜日のバー、そう。日曜日のバーっていうのが来て、あ、うん、日曜日のバーって、しかもそれ来たのが日曜日やったから、うん、俺が、ははーん、これ、今飲んどるなって思って、<laughs> その胸を山崎さんに、うん、あの、返信したらそっから返信がなくて、次の日の夕方ぐらいまで、返信がない時は確かあったんですよ。ありましたね。うん、あの日ちゃう多分終電逃した多分、うん、多分その日やと思う。なんかそんな気がする。うん。 ワイン結構、まあ、6人ぐらいおったけどま、うん、まあまあいてで,でも大人数でワイン行ったら楽しそうやね久しぶりだなんていうの大宴会みたいな人数、うんまあ、6人ぐらいやったけど、うん、宴会って,し,てしたのってコロナ前いいい以降ですよだから3年ぶりとかちゃう 4, 4年ぶりとかいかんもんねその大人数で飲み会とか、まあ、仕事の関係で行く人はいるかもしれんけど俺全然行かへんから。 そうやね俺もほんまに久しぶりやってほんでも電車ほんでなくなってほんでカップホ行っても高いから東京ってあそうなんや3,000円とかいやカップホでね56,000円とかするから56,000円高いなほんでもみんなうこくきついわと思ってほんでどうせカップホ入っても4時間ぐらいしても出やなあかんからそれやったらカラオケのフリーパックっていうのんか5時まで3,000円みたいなのがあるらしいよね 誰かがカラオケのパックやったら安いですよって言うからほんならそれ行こうか言うてカラオケボックス行ってそれで入ったら久しぶりやなカラオケと思ってでマイク回ってくるから歌わなあかん思うて要は6曲ごとに回ってくるわけでしょ6人終わやったらそれが6曲ごとやから楽やなもとってそしたら一番若い3人が 1十時半か1時って1時とか入ってすぐやなその時間やったら、うん、3人も寝てもうてあっ撃沈しちゃったやねその飲み会のワインの疲れで、うん、そうそうそう,そうワインが回ってうんそっかそれでなんやろあの年上から3人だけがずっと朝5時まで歌っとったわ、うん、えー、そうやねお俺もなんか昔 カラオケ行った時に俺結構一番若かったのに一番初めに撃沈した覚えがあるでうとうとしながら、うん、たまに起きたらめっちゃ歌ってるんですよまだうわ元気やなと思いながらまた記憶なくなってみたいなことがあったわ <laughs> あれだから年行ってきてもう元気やっていうのじゃないよねあれ多分寝れへんだけやねんなあ<ー>あそうかもあとだってみんな30代生き残ってたっていうかずっと最後まで歌っとった30代2人と俺40オーバーやから、うんうんうん うんですよ。ああ<ー>。<laughs> そうか。すごいですよ、うん。何歌ってたんですか、その。いや、で、でも、そこだけ、せ、あの、あれ世代が近いと楽しかったんちゃいます。世代は、でも、まあ、大体十個下ぐらいとかやから、でも。あー、そっか、十個下になるんか。それがの、びっくりしたんが、うん、まあ、僕、そのラルクのハニーとか。うん、得意や、言うて、ま、あのー、得意っていうか、大箱こや、言うてましたもんね。お僕、出ますね、ラルク、ハニーとか、うんうん、あの、ドライバーズハイとか。うん えー、あとはあのー、あれハイ,ハイローズなんのかな「1001のバイオリン」ブルガー,ーツの頃かなあどっちやろううん、うん、やったりこう曲を歌ってあとはあアニソンか「ル、うん、ロケン」とかうん3分の1の「純情な感情か」あ,あそうそうそうとか歌ったりしててなるほんなら10個ぐらいしたいのにみんなその曲リアルで知ってるとか言うんやんかアニメはまだ分かんねんけどその「うん、ラルクのハニー」とかって俺らの世代の曲やんかあいやでもあれっすよ あいや、そうそう、そうなんですけど、若い子らカバーすんの、ラルクばっかりカバーしてた時期あったっすよ、その、自分らより10個ぐらい下の子らが、え、ラルクとか、あと何やっけな、ジャンヌ・ダルクとか、そこら辺のバンドをコピーしてる、僕、スタジオでバイトしてたことがあるんですけど、その時に自分らより10個ぐらい下の子らが、そういうのを好きでやってるのを見てたすんで、あ、こん、まだ好きなんやーって思ったっすもん。 まだウケてん,ん,んだからそこらへんは聴くんですかねやっぱリ、えー、アルで聴いてたっていうし、うん、で曲もちゃんと知っとってやから、うん、えでも俺中学高校の時に10公演の人とかやったら聴、うん、いてる曲なんか全然違ってたからねでもう俺高校になったらもう「ヘビメタ」とか「あのレッド・セッペリ」とか、うんうん、あんなんばっかり聴いてたから、はい、うん 逆20個上ぐらいになった話が合うみたいな感じだったけど10とかやったら俺の時は昔を振り返ると絶対話合わんかったやろなっていうのがうんそうや俺そこ話せはうのラッキーっすよねすげえそうそうそうほんでついこれ歌ってこれ歌ってとか言われるから俺なんかキャバレーの前でステージ上がってる歌手かと思ってああリクエストがあるからそうそうそう振られたらほんでちょっとこれ言ってみようかなとかになるから 声出るかなどうかなと思ってうん、うん、歌ったらあ意外にいけたとか <laughs> 山崎さん <laughs> 結構元気でいく方ですかちなみにカラオケであ僕は絶対元気ですねあ絶対元気派や、うん、そっか絶対元気頑固元気ですね、うん、そっか僕結構自分のこの曲はこれぐらいのキーがいいっていうの全部メモしてる派なんですよ、うん、あ得意なキーを覚えてんねや覚えてないねんけどこの曲はあのー、このキーが合うっていうのを、うん、iPhone のメモとかに 残したりすするんですよあそれはなんだ、原曲が例えば一音下げにした時に、うん、そっちの方がハマるんちゃうか、うん、みたいなのを全部メモしろるうことそうそうそう要はこの曲の元気自分にとっていい感じで出せへんっていうことの方が多いから、うん、この曲はマイナナンボとかプラナンボが一番気持ちいいとかっていうのを全部把握しときたい方なんですよ。ああ<ー>、うん、そうなんや。 たたまにカラオケ行くともやっぱ上手いいい思われたいじゃないですか <laughs> だから一応そのこの曲はこれが今俺が一番いけてるキーやってるああと俺女性の歌をめっちゃ歌うんですよ。ほうほうだから女性の歌って基本的に元気やって合わないじゃないですか。ああそうですね。だからなんかプラス5とか僕の場合だったらプラス5とかが合うんですけど。 なんか把握してるんですよじゃあ女性キーはもともと高いやつを上に上げてオクターブ下で歌うんですよ僕<ー>じゃあめっちゃぴったり合うところがあってあそういうことなんやはいただ女性キーの場合って例えば MISIA は女性の中でも高かったりとかあるじゃないですかああありますねそうだから女性キーの中でもあの全部プラス5にしたところでいい感じに歌えるわけじゃないからこの曲はプラス5がめっちゃ気持ちいいとか ほうほうこの曲はプラス1とか逆にマイナス4とかがいいとかっていうのを書いとけばこの曲歌う時どうやったっけって見つつ入れたらもうまあ毎回ある程度のアベーションを叩き出せるというかああ<ー>、うん、っていうのはやってますけどねああでもやっぱ仕事柄歌うからその辺の意識はすごいんやろなあなんか多分キーを変えることに対応できるのは仕事柄やなって思ってて。 うん、要はその楽曲を提供するときにこの人ってあんまり高い声が出ないなっていうのが曲を作って提供した後で判明することがあるんですよ。でそんなことザラやから、うん、だからこの曲を2つ下げでしましょうかみたいな感じになったりするんですね。うんんで僕はあの自分が歌を歌えるからその歌手の人に提供するときにガイドメロディーみたいなやつを僕歌ったりするんですよ。 っていう時にあこのキーじゃこの人出えへんから2つ下げ下で歌って、ま、あの歌ったげようみたいな感じでガイドのキーをいろんなキーで歌ったりするみたいなことが仕事から結構あるんですよねだからまあ多分慣れてるんやと思うんですのでその何ていうの仮歌を入れる段階でキーをこうまあ何ていうの変化させてるというかそうそうそういや仮歌要はその、えー、例えば波長長で歌ったバージョンと。はい ハ、えーニほ、ほちょ,ちょで歌ったバージョンと、いろんな調で歌ったバージョンを複数用意しないといけないことは結構あるんですよね。はは言うたら、まあ、コードリ言 C か E かみたいな。そういうこと、そういうこと。<ー>うん、そう、まあ、そういうことが多い、あ,あるから、からまあ、相対音感っていうみたいなんですけど、うん、まあ、まあそ相対音感が優れてるタイプの人間じゃないかなと、僕、自分では思ってるんですよね。 ああそうなのか、うん、逆にあの元気じゃないと気持ち悪いっていう絶対音感持ってる人って結構その人とか多いらしくて、うん、そういう人がはいあとあのピアノをやってる人とかそうらしいんですけどキー,キーチェンジとかちょっと気持ち悪いわっていう感じの人、うん、僕の周りにもいるっすよあー僕も確かにそうやな,あの、うん、なんて言うかな、まあ、電子ピアノやったらあの、うん、トランスポーズ機能で、うん、半,半音下げとかできんねんけど。半音下げし <laughs> したら黒剣使わずにほぼ弾けんのに白だけで弾けんのに、うん、元気でやったら半音を操らなあかんから、うん、黒剣をめっちゃ使わなあかんあの今、うんまあ、X の「うん、ローズ・オブ・ペイン」っていうあの長い曲の間のピアノの感想の練習結構してんねんけど、うん、あれも黒めちゃめちゃ触んねやんか、うん、これでもげあの半音下げたらゴツ楽なんのかなと思うねんけど。うん うち電子ピアノだから、やってるけど、うん、でもあえてやらない、ね。トランスポーズできるけど、やらないってことですよね。やらないですね。そうなんです。タイプがあるんですよね。あの音は下げれるけど、その打鍵した時の感触が変わっちゃうから。うん、あの嫌う人っていうか、特にその電子ピアノでも。うん、まあ僕が使ってるやつだったら、そんな、あの。 いいいやややつつじゃななけけど、ど、ヤマハの一般的最近もそのローランドやったり各種メーカーでハンマーアクション構造の電子ピアノが出てるとプロ仕様のやつね普通のピアノのの叩いた感触を再現したといううう、やつ。そそ弦をパーンとハンマーで叩くような構造あれを電子ピアノにも採用してやってるようなやつがあって楽器屋さんにちょっと思想したこともあるけどああこれ全然違うと思ってる。 アップライトピアノ弾いてるのに近い感じっていうかな、うん、その感触があったりするから多分そういうのを、うん、やっぱ手に染みついて感触が染みついてやってる人やったらあのトランスポーズ使うとうんーっていういやそうやねだから音と音とこう弾いてるあの叩いた時の感触違うと気持ち悪いやろうなと思うもんね、うん、あそれはありますね、うん、だからピアノからやってる人はそういう人多いんかもねかもしれないね、うん なんか感触でも、ドラムなんかでも <laughs>、うん、あの電子ドラムエレドラをドラムセットに組み込んで叩いたことあってバスドラは電子,あの電子で電子スニアだけ普通のメッシュパッドで、うん、とかなんかそういう形がバラバラみたいなで、うん、シンバルは普通っていう、うん、生シンバルっていうのでやったことあんねんけどやっぱり、ね、感触がそれぞれ違ってたら。うんあの 普通に8ビート叩いてるだけやけど、うん、めっちゃ気持ち悪かったもんなそれめっちゃわかる、うん、ベロシティ調整うまいこといかんくないその電子ドラムのキックってあいかないですねなんかあれ俺もあ俺もね弾き語りしながらあのキックドラムを叩くためにその、うん、サンプルパッドみたいなトリガーっていうんかなあれあトリガーはいトリガーをあの要はキックドラム生じゃなくてこれを踏んだらキックドラムの音が出ますそしてその踏む 強さのことベロシティって言うんですけどあ<ー>そのベロシティによって音の出方が変わりますみたいな機械を使ってる時に、うん、え全然生っぽくないなって思ったことがあったんですよ。<ー>要はその自分の踏み方が弱かったらボリューム極端に下がるとか、はい、そこのその強い時に踏んだ時はおっきく出る弱かったらちっこく出るのそこのバランスがあんまり生っぽくないやつを踏んだ時にはめっちゃ気持ち悪いんですよね。 だから分かる、それ特にサンプリング周期が、なんていうの、幅が短いやつやったら、生に近くなってくんだけど、なかなかやっぱそうなると、そこまで高価な電子ドラムを使う機会っていうのは想像ないから、そうすると、やっぱりいわゆる電子ドラムってデジタルっていうのに近いような、昔なんかそれこそほんまに大中小ぐらいしか、サンプリング周期の。 うん、幅のベロシティー調整なんかできなかった頃なんかあるから20年前なんかあそのサンプリング周期っていうの例えばそのあれですかそのボリュームが大中小3種類しかないってことそうそうそうだから要は<で>ちっこかったらあの,ちっ,こめでたの,あのちっこめで踏んだらちっこい音が出て中くらいの音で踏んだら中くらいの音が出て強く踏んだらでっかい音が出るって、うん、この3種類しかないってことしかないですねあああるっすよねうんか ガガ奏者なんか基本生楽器しかほぼほぼ触れへんから、うん、こうそういうものはないわけですよね。無段階でこうアナログやからか、あのそれデジタルでいうと三種類しか力の強さがないけど、うん、あのー、アナログであったらそこがね無限やもんねその、ねわかるわかる。うん これだって例えばこう今ラジオこうやってトークしてるけど、微妙にその声のトーンやったり、スピード感やったりっていうのは、意識してないけども、こう変わってるはずなんですよ。それがデジタルで、その周期がもう一定の幅しか取れへんかってなったりすると、俺多分同じ声のトーンで話しとったら、これ多分よくようないから、多分、後で聞いてもなんじゃこいつらっていう風な、あの、喋り、 この番組になってることは間違いないと思うし、うんうん、なんかなやっぱりアナログ楽器っていうか生楽器っていうか電子なものを触ると、うん、やっぱりいいなって良さっていうのはす逆に分かるようになったっていうかね俺結構その例えばキックドラムを触るときなんか素人やからできるだけそのキックキックドラムの音は一定で出てほしいから。 それのやったら無段階でこの音量で出るって決めてもらった方がややすかったりするんですよ弾き語りしながらキック踏む場合とかやったらだからね結構人によってあるんですよねその段階があった方がいい人とない方がいい人ああ<ー>、うん、僕なんかもやっぱ言語を操るのに似てる感覚で、うん、あの打楽器触るから、うん、やっぱりその無段階で動いてくれた方がそうですよね,ですね電子機器だと基本的に何やっけ127段階なんですよねあの <laughs> 多くてもそうなんですよあの電子楽器の規格的にあるみたいで、うんうん、だからどうしても滑らかにやるのって難しかったりするみたいですねあそういうことか、うん、そうそうそうでも今127までいけるようになってんねんなやけど実際127通りってなんか作らないじゃないですか電,電子機器のやつでも。 作そうそうそう、うん、だからまあそこら辺をはしょってできるだけ自然になるようにと思って例えば10種類にするとか20種類にするとか、うん、それぞれにあるんやろうなって感じみたいですね。そうかなんか今何でもまあ音楽に限らずや,やけど、うん、デジタルデジタルってデジタルトランスフォーメーションとかいうて、うん、ねなんかそのいろいろ発展してきてて素晴らしいと思うんですけども、はいはい、そこにうまいことこう昔ながらのアナログの良さを。 はい、アナログのの良さを生かすためのデジタルで、はい、まあそこら辺はねまあまあ違うもんですからねそこの差を埋めてくっていうのはこれは人間の努力ですからねそうですねまあそこら辺に関してはねメーカーの,メーカーの僕はその文明の利器に感謝というか、うん、まあメーカーの人がそこの差を埋めてくれてるから、はい、あの楽しく演奏したり作曲できたりしてるので。 うんはい、感謝しながらねそ,そこら辺は考えていこうかなと思ってるところでございます,す、ね、いやーそうですよ <laughs> なんかあれですよ全然、ま、さ,さっきのかピアノでどうのってふと思い出してんけど相、はいはい、席した、はい、あるおっちゃんもちろん初対面ですけど相席ご飯屋さんでですかそうそう居酒屋のカウンターかなんかあったかなあなるほどね <laughs> うん あのどこから来たんですかとか、何ですかっていろいろ質問されて、はいはい、で、なんていうかな、まあ、音楽好きでどうのこうのっていう,、うん、いう話をして、まあ、その人も音楽好きやって、そのレッド・ゼッペリンや、うん、まあヘビー・メタルが好きっていう話になったんですよ。えいくつぐらいの人やったんですか ?60 近い,いの人で60近い感じの人で、まあ、レッド・ゼッペリンの話してくれた山崎さん対応できるから、面白いですね、それは。うん 世代が今一緒やから、レッドセイペンのキスとかの話になって、なんでその年代でそっちに入ったんですかって聞かれたから、僕は中学の時に、x ジャパンに憧れて、それでドラムに興味を持ったんですって話をしてたんですよ。そしたら、そのおっちゃんが、高校、その吉木さんの、X の y o s さんの高校の同級生か、一個上か一個下かなんかやったっていう話をしてくれたんですよね。 千葉県の先っぽの阿波高校ってやるんだけど。あ千葉県なんすね。そう、千葉のたあ高、房総半島の先っちょにある、あの、進学校やねんけど。あの、波高の出身なんですよって言ら、ああ、そうなんですか。で、喋っとって。ふと思ってんけど、その、めっちゃおっさんなわけよ、その人は。もう。いや、そういうことやな。そういうことや。六十手前やめっちゃおっさんなわけですもんね。めっちゃおっさんやねん。 でで o s さんはああいう感じやんかずっと年は僕は言ってはるけど昔のイメージままずっとこう60年近くやってるわけですよでその人はもうめっちゃおっさんやんすかるわかるめっちゃおっさんやんすねそれをしゃ喋りながら失礼ながら頭で想像してもうてうわこ変すごい。 さあ「ずっと好きに走ってきたけれど」「だけど今わかったことは」「守るべきものが僕にできたんだ」「バタバタと」